番組をご覧の皆さん博士太郎です、えー、このところと申しますか去年スタートいたしました、えー、春のコンサートツアーですが、えー、シンフォニックセッションズと題しまして、えー、オーケストラの、えー、音楽を皆さんに楽しんでいただこうという企画であります、えー、まあもうステージ上に50人を超えるメンバーが乗るという、えー、豪華なコンサートです ただあのクラシカルな趣は持ってるんですがあのピュアなクラシックっていうかなこのベートーベンとかブラームスをやるわけではなくて僕の曲をシンフォニックにクラシカルにアレンジしてお届けするコンサートとなります、えー、ですから何て言うんだろうなクラシックってちょっとこう堅苦しいというか敷居の高いというかそんなイメージもお持ちかもしれませんけれども。 スピーカーからダンと音が大きく出て照明もキラキラと派手な演出もありながら僕の考える今一番なんていうか機能的なっていうのかしらねクラシカルでもありそしてもちろんリズムセクションも入ってるんですけれど現代的なオーケストラのサウンドを皆さんに味わっていただこうと思っています。 本当はね、だから2020にやろうとしてたんですがコロナ禍においてちょっと1年延期で21年からスタートしてるこのツアーですがずっと何年も前からやりたくて企画していた豪華なコンサートツアーです、えー、普段僕はパーマネントな自分のバンドでのコンサートっていうのが秋から絶対やってるんですがそうやって作って育ててきた曲をですね また新たな形でお届けできるんじゃないかと思っていますそしてオーケストラでしか聴けないような曲もたくさんご用意していますので是非楽しんでください。